はい今回は松本ひとの芸能活動休止の裏側の3つの秘密について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますこの松本ひとの件ですね何回かお伝えさせていただいており、えー、まあ今までとお,、まあ、お伝えすることはさほど変わらないんですがちょっと面白い話を見つけたのでまあ、そちらをお伝えしていこうと思います まあちょっとですね、まあ、今回もこの「頭の体操」ということで,で多分僕が言ってる話っていうのはほとんどの人が言っていないんですねで、えー、まあ面白いことをまあ見つけたんですよでもちろんでたらめとかでも何でもないんで、まあ、そこからこういうふうに考えられるんじゃないかなっていうまあことをお伝えしていきます。えー、まずですね何が注目されているのかっていうと松本人志がですね急に突然この芸能活動を休止するって言ったためにそれがね大きな話題となっており。 で裁判に、まあまあね、注力するっていう、文、まあ、春との裁判に注力するっていうことなんですが、まあ、これっていうのもね、なんか裏でいろいろ手つないでるんじゃないかと、まあ、そういったことを思うわけですよ、真剣に。で、まあ、やっぱり注目点っていうのは、この松本人志がですね、ワイドナショー出まーすっていうこ、この軽いノリっていうか、出ますっていう、伸ばしてるあたりね。 こういったのもおかしいしよくこのリスナー様も思われるし一般的にこれ言われてるんですが松本人志と,と文春がこのね女性の件でこう何か裁判でやり合うみたいな文春の言ってることは正しいんだみたいなそんな風潮があるみたいなんですが全くそんなことはないんですよねでそしてそんなことがない根拠があるんですよそれを見つけたんでそれがまあちょっと面白いっていうことで考えていこうと思いますでまあこの話っていうのはもちろんですが調べた僕の解釈なんでね 正しいとかそんなこことはあ、まあ、僕は僕う思ってます、まあ、正しいと言えば、まあ、僕はこう思ってるんで、まあ、僕は正しいと思ってますが正しいかどうかっていうのは分からないんで、まあ、考え方は人それぞれですけど、まあ、参考になっていただける点が1つでもね2つでもあればと思いましてお伝えしていいこうと思います松本人志がですねこの芸能界を引退するとか芸能活動を休止するとかっていうことはです、ね、本人の考えとは裏腹な力が働いている可能性があるんですね。 で大きく言って3つあるんんじゃないかと思うんでで、すよ。これっていうのも何て言うんでしょうねえ芸能界と、まあ、政治とかそういったものってのはつながってんですねまず松本人志の件っていうのは芸能の話なんで芸能、まあ、ゴシップっていうことなんですが。 同時にです、ね、松本というのは自民党と維新の会とつながっている。自民党安倍晋三と親しかったことも分かっていますし、維新の会ですね、大阪万博の、ね、旗振り役をやっているということもあるので、そのつながりがあるんですよ。で、そういったことを考えていくわけですね。で、えーまあ、その芸能ゴシップ、芸能界と、まあ、政治の世界のつながりということで、 松本のところに注目させておいて、今の自民党が考える憲法改正ですね、緊急事態条項を,を導入しようとして、それからの目線そらしに、この松本の件を必要以上に騒いでいる可能性っていうのがあると思います、1つ目。そして2つ目がですね、大阪万博ですね、日本国民が非常に懸念を示して、13兆円の公金税金を使うということで、わけわからないじゃないですか。喉のの、ね、困ってるところのまあ 支援、復興の方にお金を回すべきだという、まあ、そういったことになってるんで、当たり前の話です、でそういったところに、大阪万博に松本人志がです、ね、旗振り役をやってると、松本人志のマイナスイメージが定着しますから、そういったことを、まあ、考えての、松本人志を一回芸能界から引退させようと、まあ、そういった裏で、まあ、思惑が動いてると考えられます。 吉本興業もそうですし自民党とか維新の会とか文春もですね多分裏でつながっていると僕は思ってるんですよ少なからず吉本と維新の会と自民党はつながってますからねであの松本人志のですね女性問題に関して本当にこれまずいなっていうのは実は今回のことではないんですよ今回のことを,をまあ調べていたらいや全然全然、ね、こっちの方がまずいなっていう話があったんですよねそれをちょっとあの一般人のまあ投稿 なんですがまあ、そちらの方からちょっと考えていこうと思いますこういった投稿があったんですね松本人氏っていうのは女性に対して、えー、体がですね大人になっていれば、えー、その丸々の対象と見る可能性があるということでこれかなり嫌悪感だなっていう投稿した人がいるわけですよで、この松本人氏って娘がいますよねこんな父は嫌だなとかね、えー、一緒に住み,住みたくないとかそういった意見があったんで ねえー、このおまあなんて言うんでしょうねそのまるの対象をおもう本当に、えー、年齢をすごく低く見てるっていうねありえないってこれアウトですねこれかもしれませんあのこういったものっていうのが今完全にアウトになってますから世界的にもね、えー、そういったところからあ松本を芸能界から引きずり下ろそうかっていうそういったことが動いてるのかもしれないただはっきりとってのは分からないですねでもこういったことを投稿する人がいるっていうことはそういったことがあると考えられるわけですよ あくまで、可能性を追求しているということで。でまあ、今回あの取り上げられている松本人志女性のまるの件っていうのはまあ一応大人ですからね、まあ、それっていうのは松本がそういうことをしたと思いますが、まああねえー、過去にこんなことを言ってるわけですよ。まあ、これっていうのもご存知の方いらっしゃるかなと思うんですが、 えーまあ、ニュースっていうか、まあ、SNS に、えーまあ、上がっていた一つ気になる話題なんですが松本人志しというのは過去にその女性に関してですね、まあ、遊びっていうか、まあ、ネタを、まあ、言っていたんですが2009年5月に結婚したと現在は中学生の娘を持つ松本人志っていうことなんですがで独身自体にです、ねえーまあ、ラジオで言えないようなことをしている,るっていう、まあ、何なのか分かりませんが。 同行、えー、するようなことをやっていたということを言っているわけですね、うん、まあ、女性に関してだと思いますで、えー、松本人が書いたあ衣装という本の中に、えー、笑いに魂を売った男はどうのこうのとかそんなようなことを言っているんですね まままあああ控えめに言ってクズな人間であると思います、まあ、これをですねゲ、えー、ゲイはなあゲイのために女,女性はどうのこのゲイの肥やしに女性はどうのこのとか言うのかもしれませんがまあわけわからない、まあ、クズだと思いますこれに関してねこれに関してはというか、まあ、あ松本人志っていう、まあ、人間に関しては、まあ、僕は好きじゃないんで浜、まあ、田雅俊もそうですがダウンダウンっていうこの二人組っていうのは非常に下品だと思ってるんでね僕は、まあ、好き嫌いがあるんでまあそのことはあんまり言いませんが でえーまあ、あなんだろうなその先ほどのお、まあ、女性の年齢に関してっていうことからのもしかしたら芸能界引退の方に、えーまあ、い追い込んでいったとか。 追いいい込まれれていったととかそういうことは考えられるだからもう一回整理しますが最後にもう一回言いますが1つ緊急事態条項憲法改正からの目線そらしが1つ2つ目がですね大阪万博のマイナスイメージが定着するんでそれからの、えー、まあ1回引っ込めるっていうこと、ね、で3つ目がその女性に関してなんですがその、まあ、年齢に関して、えー、本当にこれはまずいっていうことでそういったことからそういった力が働いて松本人志を芸能界から引退させるそういった力が働いたんであると思います。 だから別に松本人志っていうのは自分でそんなことを大して指して思ってないんですよっていうふうに思うと全然見方が変わってくるんですね。だからここで多分まあ皆さんはないと思いますがあこうですね熱くなってね松本人志が「なあー!」とかって言うんですが意味が全然違うんですよ。うん、だからもうちょっとね、えー、こう引いてっていうかいろんなふうに考えるとちょっと変わるんじゃないかなって、えー、まあ僕は思いますっていう僕の解釈ね。で例えばあこ,この件っていうのはとてもですね注目されてるんで まあ SNS でかなり話題になっているわけですよ。でじゃどういったことを人々が関心を持ってるのかなっていうことをちょっと調べてみました。でここら辺はまあリスナー様も共感していただけるんじゃないかっていうまあそういった話かなと思うんですが松本一氏っていうのはですね。 今回のその、まあ、炎上してる女性の件ですねこれに関して松本人志は事実無根だとかって言ってるんですが本当に事実無根であれば記者会見を開けばいいんですよ。しかし記者会見は開かないわけですよね。で自分のねテリトリーであるワイドナショーに持ち込もうと。 それ,それっていうのはどうなのかっていう話で、えー、非常に疑問が出てる僕も思います。本当に事実無根なら記者会見をすればいいで。ただまたさっき言ったように違うこれ力思惑が働いてるんで、えーまあ、そういった意味合いからも違うと。 でえー、ワイドナショーっていう自分優位に運べるところで、えーまあ、話をするのは、まあ、ずるいんじゃないか汚いんじゃないかとかって言われてるんですが、まあ、それも含めてね、えーまあ、この一連の動きを見せてるのかなとかっていうのも思いますでこのワイドナショーのことに関しては結構言われてるんですよ松本人志が活動休止を発表すると同時にワイドナショー出まーすってねこのまーすって伸ばしてるあたりから完全にねやる,やる気ないっていうか完全にもう多分どうでもいいと思ってるんでしょうけどね後ろで言われてるんでしょうけどだ,だからこういう あのふざけたよううなあ、ねえー、表現をしてるんんだと思うんで,すよでこの「ワイドナショー」っていうのは松本のね、えー、まあテリトリーっていうかあねえー、松本優位なところなんでまあ質問する人っていうのも都合のいい質問に限って、えー、自分はですね、えー、まあ不都合なことは言われないようにしてでそしてそのまんまフェードアウト芸能活動休止っていう、まあ、そっち側の方向に、まあ、向,かう向かうんじゃないかなとかっていうのも思います。 でまあまあ、僕は今回はちょっとねその女性の年齢のことを言いましたが、まあ、その前は、ね、憲法改正っていうのもあるしそれからの目線そらしあるいはその大阪万博のアンバサダーっていうことであまりマイナスがつくとも松本を今後使えなくなりますからであるいはそのリスナー様が教えていただいたんでまあそれもあるかなと思うけどちょっと僕わからないんですっていうことで言うと、まあ、芸能界の,その構造が変わるっていうそういった説もあるんですよ。 だからそのためにもう松本は出てこなくなるんじゃないか出てこれなくなるんじゃないかっていう説もあってまあそれもそれであるかなと思うけどちょっとそれに関しては分かりかねるっていうところですね。でこの松本人志が言った芸能活動を休止っていうのにこのワイドナショーに出るとかでそうしてそこで何とか言うそうではなく事実無根なんだったら記者会見を開いて否定しろっていうまあそういった意見があるんで確かにそれは最もだと僕も思います。 で、えー、ここなんですよ次、次から出てくる、まあこれってのもちょっとおもしいって言ったら失礼ですが、まあ面白いなと思うんで、3S 政策っていうですね、えー、戦後、日本の創始国、米が日本に仕掛けた、あそのまあ白地化計画って言って、日本人がですね物事を考えないようにする。その スポーツスクリーン性っていうね、えー、そういったものがあるんですがこの松本ひとのこのニュースというのは完全にこのスクリーンテレビを利用したあ、まあ、一つのまあその誘導である可能性がありまして例えばこういったことを言った人がいるんですねえー、報道ステーションのトップニュースが松本ひとの当面活動休止のまあネタっていうことねうん。松本ひとがテレビからいなくなっても誰も生活に困らないし日本全体としてみれば経済的な問題あるいはですねそのノ、えートのね今の 幽霊の,の問題とかそちらの方があるはずなんですがそういうことには全く触れずにトップニュースに松本人志のことを持ってくる意味がわからないおかしいっていうことを言ってるんでこれっていうのは 3S 政策の一環で国民にこういうことを見せてるあるいはですねやはりこういったところからも憲法改正のことに関して目線をそらすためであると考えられるんですね僕はそういうふうに思ってますまあそれっていうのも人それぞれかもしれませんがっていうことでねで 結構ですね、こう言われてる説があって、まあまあ、皆さんもこう思うのかなと思うんですが、えー、この「文春に対して」っていうことなんですが松本人志はですね、えー、まあ松本一氏あるいは吉本かなが文春に関して裁判してその後、まあ、どうのこうのとかっていうんですが。 えー、まあ文春はですねえー、まあ2人の女性えー、あるいは複数の被害者が出ているということでえー、まあ複数の人があまあまあ嘘をつくとは考えられないので松本はやっただろうなんて僕も松本はやったと思いますしかし文春が正しいというわけでもないということをこの後でお伝えしていきますなぜかっていうこの話話を聞いたらえー、そう思いますまあもっと言えば文春の えなんていうのかな、独自スクープではないんですよ。その根拠があるんですよ。それがまあちょっと面白いかなと思うんでね。うん、まあ、面白がってはいけないのかもしれませんが、まあ、芸能ゴシップですからねということで、えー、まちょっと考えていこうと思います。 でえー、文春が正しいとかって言いますが、多分そうではなく、吉本興業、自民党維新の会、あと文春の背後にもですね、日本の創主国、米がいて、えー、まあ、そういうところだと思います。だからよく、松本人志は終わるとかって言うんですが、僕は終わらないんじゃないかと思います。別に終わってもいいですし、終わらなくても別にいいんですけどね。僕は、あ松本人志は終わらずに、一時的に消えるだけなんじゃないかなと、えーまあ、僕はそのように、えー、解釈していますということでね。で えここからはですね、なんていうんだろう、ポジティブな解釈と、まあ、ややも否定的な解釈ということで、まずこれ、ポジティブな解釈をしてる人っていうのがおりまして、まあ、それはそれでいいと思うんですよ、別にそれに関して、どのほうの言うつもりは一切ないんでねで、このポジティブな解釈をしてる人っていうのは、どういうことかっていうと、松本人志のこの芸能活動休止っていうのは、日本がです、ね、より良くなる正常化を示すんじゃないかっていう、まあ、そういったことなんですよ。 でそれは何でかっていうと松本人志がですね芸能界芸能活動を休止するのか、まあ、そういったことに対してのまあ言ったことですね活動を休止したいっていうことを本人の意思っていうことで言ったんで松本本人の意思を尊重したっていうことで。 い、まあ、いろいろ言われてるんですが僕はね、えーまあ、その先ほどお伝えしましたが考え方は人それぞれって言いますが松本人志の本,本人の意思を尊重したのではなく裏側でねなんか決めてるんじゃないかなとかっていうのも思うんですがちょっとそれとは別に僕は思うことがあって松本人氏いうのは先ほど女性のです、ね、年齢に関係なく、ね、そういう本当に年下の、ねえー、してはいけないようなところに、ね、何かそういったものを持ち出そうとしてる環境を持ち出そうとしてるっていうことで、まあ、そういった人間を芸能界から撲滅するっていうことであれば 日本の正常化の兆しとも取れるかなとかっていうのも思いますしこれっていうのは2つのですね表とと裏のことが考えられるんですよ松本人志がですねこの女性問題に関してやったっていうことが えー、世界のニュースになっているわけですよ。で、それっていうのはここから考えていくんですが、その世界のニュースになっているっていうのは、これは意図的に日本の総資国はですね、日本の価値を下げるためにこういうことをやってる可能性っていうのもあるんですね。らここら辺の裏側の話というのは非常に難しくてわからないんですが。 一つの可能性としては日本の価値を下げるためにその日本の有名なお笑いの芸人をこんなことしてるんだということを創始国の意向で日本の価値を下げるためにやっているとも取れるあるいはもう一つの可能性としてはそういったものをやっていた人間が芸能界から消えていくということでまあそれはそれでいいのかなと思うんですがまあ何を言ってるのかっていうとこういったことなんですねシンガポール最大規模の新聞にですね12月28日に まあ日本の、まあ、有名なコメディアンが「まるっていうことをしたしかしその疑惑を否定しているっていうことなんですね。でこれっていうのはいろんな意味がありまして松本人志っていうのは大阪万博のアンバサダーもしているわけじゃないですかでここにもそ,その意味があの含まれてくるんですよいろんな意味が。 松本人志が大阪万博のアンバサダーに就任して世界からも注目を集めているというのが事実そしてその人間がそういった、ね、女性に対して○○をやったということはつまり大阪万博に対して世界が興味を持たなくなりますよね大阪万博のイメージダウンということも考えられるんですよこれってすごく難しい話であって日本の創始国である米とちょっと違った力ですね別にどう,どういうふうになるか分かりませんが まあ、ブリックスっていうところが力を持ち出して、えー、このように働きかけたんじゃないかとかっていうのも取れるんですが、えー、はっきり言って難しくてわかりませんこれに関しては解釈がいろいろあって別に僕はわかるとかそんな失礼なことも言わないんで、まあ、そうかなとも取れるかなと思うかなっていうことですねで、えー、これが一番面白いんですよあの一番最後にこの面白い話を持ってこようと思って、まあ、持ってきたんですけどこの話が一番面白いんですよ あの今回の件ですね松本があ松本に対して文春がですね女性に関して、えー、どのこの文春が頑張るんだとかって言ってるんですがその皆さん例えば話を考えましょう文春がなんとかなんだ独占スクープなんだとかって言うじゃないですか文春ががが独占ススクーープででではなないいいっっててうこことニュにるんんすすれが面白いんですよだから別に「文春なんて正しいとも僕は思わないですね」ってじゃあ何っていうことをここからお伝えしていきます。 これっていうのは一つあのネットで,です、ね、話題になっているっていうある漫画なんですね。これ別に嘘でも何でもないんでこういった情報があったんで本当だ,だと思います。えー、文春がです、ね、発売される2ヶ月前に、えー、ある雑誌ですね、えーオム、オムニバス雑誌「えー、芸能界不幸大全」大っていう、まあ、そういうのがあるらしいんですよ。よく知らないけど、えー、そういうのがあるらしいんですね、えーまあ。コアマガジン社っていうのが出す。 オ,オ,ムニバスオムニバス雑誌芸能界不幸大全ということでこの松本のですね疑惑が取り上げられていたんですよ。だからつまり分かります文春が出る前にこのコアマガジン社の芸能,芸能界不幸大全というので上がっていたんですよ。その内容は何かっていうと、えー、ワイドショーを降板した MH ってこれ松本人志のことでしょ松本が出てくるわけですよ。 で複数の女性と、まあ、そうやって夜の営みをするっていうことで、えー、松本に女性を当て、まあ、たあ、ね、スピードワゴン小沢まで出てくるとで部屋に入ったら携帯を取り上げるとかそんなこともあってまさに文春とお、まあ、同じ内容っていうことなんですよね。で、えー、松本の顔にですね、えーまあ、顔があ、まあ、顔面がですね、えーまあ、なんか焦ってることに関して実際一部週刊誌があ張り込みつつ 続けててていいるるととかっっうことも言ってるんですよだけど時系列を考えると週刊文春よりも先にこのね、えー、芸能界不幸大全っていうものの方がね取り上げてるのが早いわけじゃないですかだからこれっていうのはこのネタを別のところが持っていたんですよ僕はそういうふうに調べていて思ったんですよだからこの話がちょっと面白いなと思うんですが文春と全く同じ内容なんですよ同じ偶然なネタなわけじゃないな偶然同じネタのわけがないんですよ これっていうのは何なのかなって漫画のネタになるほど実は松本の話っていうのは知られたっていうことでねで今まで松本でこういうことをしていたんですが吉本の、まあ、人間たちがうまく隠していたんですが隠さなくなったあるいは隠せなくなったあるいは出すようになったとも取れるんですがちょっと別のことを思います僕は、うんまあ、そのこともお伝えしていこうと思うんですがで、えー、まあいろんなことが言われてるんですがあまあ文春は松本を あのマークしていたっていうんですが、その前にね、えー、この漫画で取り上げられていたわけですよ、芸能界不幸大戦。だから何を言ってんのかというと、松本のこのネタを持っていたら文春ではないんですよね。簡単に言うとそういうことです。何が持っている？内閣官房が持っているんですよ。これは内閣官房がこういったネタを持っているということ、これ分かってるんですね。政治に、えー、不利益を働く際にですね、えー、国民大衆がですね関心を持ちそうな この芸能ネタを意図的に出してバランスをとってですねそっちに目線をそらすっていう、まあ、そういったことをするってことはこれすでに分かってるんですよだからこれってのは内閣官房の持ってるネタなんですね。それれを文春のの前のこれに出したと ねえー、このお芸能界不幸大全そしてその後文春に出したということでうんだから裏でつながってますよってそういうことです僕はそういうふうに思ってます多分こんな話に触れる人は全くいないかもしれないんですが実際にこういったものを見つけたんでこれは面白いなっていうことで、えー、取り上げてみ、えー、ましただからあ松本人志と文春がね対立しているわけではないんですよ全く違う力が裏で働いているつまり日本の宗主国でしょうね 自民党維新の会大阪万博あるいはですねその文春の後ろにですねぐるーっとその宗主、まあ、国の存在があって、まあ、何かを考えていると思います。じゃあ何を考えているのかっていうと憲法改正緊急事態条項からの目線そらしであったり 大阪万博が低迷して松本人志にそれこのままでいくと旗振り役でマイナスイメージがつくんでそれを恐れて意図的にテレビから消すテレビからあね出さないテレビに出さないようにするっていうこともあるあるいはですね別勢力の力で松本人志のこの女性の年齢の問題が関係あってこれでもう二度と出さないようにしようとしてるのかなとこの3つがあるんじゃないかと思います。 この松本人志の件ですね、結構注目されてるんですが、まあ、僕のようなことを言ってる方っていうのは多分あんまりいないと思うんで、まあ、僕なりに調べて、わかる限りお伝えさせていただきました。まあ、リスナー様のですね、一つでも参考になっていただけるものがお伝えできれば何よりです。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。